アブー・アブドラ・ームハンマド・アルムスタンスイルは、チュニスを中心とする地域を支配した、ハフス朝の第二大君主。初代君主、アブー・ザカリーヤー一世の子。1249年に、父が死去したため、後を継いだ。1253年に、アミール・アルムーの称号を名乗り、1258年に、アッパース朝が、モンゴル帝国に滅ぼされると、 翌1259年にはメッカのシャリーフ、1260年にはマムルーク朝からカリフの地位を承認された。しかし、1261年にマムルーク朝のバイバルスがアッパース家の生き残りであるムスタンスイル二世をカリフとして擁立すると、東方地域においてのカリフとしての地位は失われる。マムルーク朝の公文書にあるムスタンスイルのカリフの地位を認めるものはなく、 アルカル、イブンタグリービルディーラ14世紀末以降のマムルーク朝の知識人も彼のカリフの地位に否定的な見解を示した。1270年に首都チュニスがフランス王ルイ9世率いる第8回十字軍の攻撃を受けたが撃退した。ルイ9世の弟であるアンジューシチリア家のシャルル1世は ハフス・アサとの国交の回復を望んでおり、ハフス・アサと十字軍の間に和平が成立した。その後、地中海貿易で多くの利益を得た、ハフス朝は最初の黄金時代を迎える。イベリア半島やイタリア半島の国家は、ハフス・アサに就航を求めた。1277年に死去。アルムスタンスイルの死後、ハフス・アサでは、内紛が相次いで急速に衰退する。 ありがとうございます。